皆さん、こんにちは。リピートコンサルタント、横田修林です。今日お伝えする話はこちら。リピーター作りの仕組み、100事例に入りきらなかった事例を一つ紹介したいと思います。この本の中では、リピートする仕組みについて10の切り口で解説していますが、今日その中の罹患型というものについて考えてみたいと思います。ちょっと罹患、言葉を聞き慣れないと思いますので、まず字をね、見ていただきたいと思います。こちらになります。はい、このようなね、罹患という字を書くんですけど、まあ、主にですね、お金とか決済に関わるリピートする仕組みと思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。例えばですね、よくこんなサービスありますよね。例えば、月額2万5千円と。で、2万5千円を12回、1年になると、2万5千円×12だと、例えば30万円になるんだけど、年払いにすると2ヶ月分お得で25万ですよ、みたいな。2万5千の10倍の25万みたいなサービスありますよね。実は弊社もこういうサービスをやってました。ネットビズ研究会というサービスは月々3千円で、年払いは3千円かけ12だから3万6千円じゃなくて 3万円になると。2ヶ月お得だよみたいなことをやってました。しかも、月払いは口座振り替えの前払いっていうかね、自動引き落としになっていて、年払いの方は銀行振込の前払いみたいな形でやっていたんですけど、結果的にどうだったかっていうと、年払いよりも月払いの方がリピート率が高いんですよ。で、なぜかっていうことを考える。ここがね、非常に重要なポイントなんですけど、例えばですね、口座引き落としっていうのは毎月ね、同じ額が定期的に落ちていく。しかも、年払いよりも当然12分の1とか10分の1だから安いですよね。それなので、あまり負担もなく、ずっと同じ状態であれば、まあ変な意味、惰性というかですね、同じ金額で流れていってしまうんですが、年払いになると、1年に1回考え直すチャンスがあるわけですね。いきなりね、月2万5000ならいいと思ってたんだけど、1年に1回25万払えますか払えませんかってなると、やっぱ高いですよね。だから、やっぱりやめたっていう人がいるわけですよ。だったら、月払いにした方がいいじゃんってことなんですよ。月払いにすると、リピート率が高い上に、しかも2ヶ月分お得って言わなくても、買ってくれる人がいるんですよね。だったらこの方がよりいいじゃんってことなんです。結局年払いっていうのは、リピートしない、1年しか使わないっていうような考えでやっていくんだったら、先にね、10ヶ月分もらった方が得じゃんってことになるんですけど、2年も3年も利用してもらうんだれば、1回は少なくても2万5千円で定期的に必ずね、月払いで口座引き落としになる方が、結果的にリピート率が高くなるというふうに考えてみると面白いかなと思います。はい、リピートする仕組み、今日はお金に関すること、罹患型について考えてみました。リピートコンサルタント、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。